寸分の狂いなく時を刻む精密機械のごとく、正確無比なコントロールを持つ男、早川隆久。プロ初完封はわずか98球。100球未満での完封劇マダックスをやってのけたゴールデンルーキー。抜群のコントロールを誇る森の都の精密機械、その極意に迫る。4球団競合のドラフト1位ルーキーはキャンプから順調にアピールを続け、開幕ローテーションの座をつかみ取ると、ここまで8試合に登板しリーグトップの5勝。しかし目を引く数字は勝ち星だけじゃない。フォアボール出せないっていうストライクを先行にしていこうという結果が、まあ、三振についてきてるかなというふうに思います。規定投球回を投げるピッチャーの中でフォアボール数はリーグ最少、イニングと同じ数の三振を奪い、奪三振率はリーグ2位。積極的にストライクを取って、またそのゾーンの外でまた勝負できて、注文通り三振を取れるっていうところがやっぱ彼の魅力だと思うので、球団のエースとして育てていく義務があると思っているので。同じサウスポーで日米通算182勝の石井監督も認めた未来のエース候補。そんな早川の好投の裏には大切にしているある極意があった。考え方としてやっぱり3球以内で追い込む。きっかけは大学時代、小宮山監督との出会いっていうのが一番大きいかなというふうに思いました。現役時代コントロールの良さから投げる精密機械とも呼ばれた早稲田大学小宮山監督から授かった極意。追い込んでからの打率っていうのは下がるので、そういう意味でも3球以内で追い込むっていうのもそうですし、まあ、いいバッターですら3割打って褒められるっていうふうな考え方をすれば、7割失敗っていうふうに思って投げれ、思い切っていければ自分としてはある程度抑えられるかなということで思い切って投げてますね。その言葉通り、完封したオリックス戦では3球以内に追い込むか打ち取ったバッターは31人中26人で極意を体現。球界屈指の強打者が相手でも強気に攻め込むことができる、その訳は。どれに自信があるっていう偏りなく、まあ、どの球種でも勝負できるかなと思います。三振を奪った球種を見ると、ストレート、カットボール、チェンジアップとまんべんなく使い、全ての球を思い通りに操る。どの変化球でも苦しい場面ではしっかりストライク取れるというところがポイントだと思うので、そこに関しては、まあ、支えになっているかなと思います。まさに完全無欠、森の都の精密機械早川が見据える目標は。規定投球回は投げたいなというふうに思っているので、怪我なくシーズン通して投げることによって1年目は経験しながら2年目のレベルアップにつなげるということも含めて、投球規定回っていうのは目指してやっていければと思います。